オスカー・ピストリウス、オスカー・レオナルド・カール・ピストリウス、オスカー・レオナール・カール・ピストリウス、1986年11月22日帯は、南アフリカ共和国のパラリンピック・オリンピック陸上選手。両足義足のスプリンターで、アイスランドの技師メーカー、アサーが製作した、まるで歯、ブレードのように薄い炭素繊維製の競技用技師を使用しているため、ブレードランナー、 ブレードランナーの異名を持つ、両足切断者クラスの100メートル、200メートル、400メートルの世界記録保持者、健常者の大会にも出場するなど、障害者スポーツの印象を覆す活躍で注目を集めた。南アフリカ共和国ヨハネスブルグ近郊のサントンで、先天性の身体障害により、飛骨がない状態で誕生。生後11ヶ月時、 両足の膝から下を切断。高校時代は、ラグビー、水球、テニス、レスリングなどを経験。ラグビーで膝を負傷しリハビリ中の2004年1月、陸上競技を進められる。2004年9月、アテネパラリンピック100メートル銅メダル、11秒16、200メートル金、メダル、21秒97。その後2008年時点、プレトリア大学で、 経営学、スポーツ科学を履修。北京オリンピックに400メートルで出場を目指していたが、国際陸上競技連盟は、カーボン製の義足による推進力が競技規定に抵触するとして、これを却下。2008年5月16日、スポーツ仲裁裁判所は、IAF の判断を覆し、ピストリウスが健常者のレースに出場することを認める、裁定を下す。 参加標準記録 A 標準45秒 55B 標準45秒95を突破すればオリンピックに出場できた。突破できなくても1600メートルリレーのメンバーに入れば出場は可能だった。2008年7月16日スイスで行われた競技会で400メートルに出場し自己ベストとなる46秒25を記録したが 実は参加標準記録を突破できず、同種目での北京オリンピック出場を逃した。さらに、同月18日は、4400メートルリレーでのピストリウスの不選出を発表。悲願の北京オリンピック出場は果たせなかった。2008年9月、北京パラリンピックにて100メートル、200メートル、400メートルに出場、金メダル3冠を達成した。 2011年、韓国で行われた世界陸上競技選手権大会に、健常者と共に出場する。ピストリウスは8月29日、400メートルに出場し、準決勝まで進んだが、そこで破れ決勝には進めなかった。準決勝のタイムは46秒19で、自己ベストより1秒以上遅かった。9月2日には、4400メートルリレー決勝が行われ、 南アフリカは銀メダルを獲得した。ピストリウスはこの決勝には出場しなかったが、予選には奏者として出場しており、国際陸上競技連盟から他の国の選手と接触することがない第一奏者なら出場が認められた規定により、ピストリウスにも銀メダルが贈られた。その後、陸上の400メートルでは2011年7月に45秒07。 2012年3月17日に45秒20といずれもオリンピック A 標準記録をクリアする結果を残しており、ロンドンオリンピック出場へのチャンスが残っている。は2012年7月4日、ロンドンオリンピック陸上男子400メートル及び男子4400メートルリレーのメンバーにピストリウスを選出。両足が義足の陸上競技選手では初めて。 オリンピックへの出場を果たした。さらに、同オリンピックの閉幕後に開催される、ロンドンパラリンピック陸上男子100メートル、200メートル、400メートル、400メートルリレーのメンバーにも選出。義足の陸上競技選手では初めて、オリンピックパラリンピックの双方に出場することが決まった。個人種目のでは、予選一組の2位で準決勝へ進出。しかし、 準決勝二組で再開、8位に終わったため、決勝には進めなかった。南アフリカチームの第三走者を任されたの予選では、第二走者のがケニアの選手と接触して転倒したため、ピストリウスにバトンが渡らないままチームは、危険を余儀なくされた、ケニアチームは失。しかし、この転倒に対して、南アフリカチームが国際陸上競技連盟に異議を申し出たところ、 同連盟は審議委員会を開催。審議の結果、危険の原因を、ケニアの選手による妨害による影響と反した上で、救済措置として、南アフリカチームの決勝進出を認めた。なお、ピストリウスは、決勝で、アンカー、第4走者を務めたが、チームは再開、8位に終わった。個人種目の男子200メートルでは、2012年9月1日開催の、 予選で21秒30の世界新記録を達成。しかし決勝では21秒52で2位に終わったためパラリンピックでの連覇を一視した。同じく連覇のかかった男子100メートルでも決勝を4位で終了。その一方で南アフリカチームのアンカーを務めた400メートルリレーの決勝ではチームの世界新記録達成41秒78。 金メダル獲得に貢献した。プレトリアのゲーテッドコミュニティ、要塞都市にある自宅で、恋人のリーバスティンカンプを銃で射殺したとして、逮捕され、2013年2月14日に国内メディアに報道された。報道では、侵入者と誤認して撃ったとされる。一方、ピストリウスは過去に DV で通報された経歴があり、南アフリカの検察は、 計画的殺人であると主張している。南アフリカの英雄とも言えるピストリウスの殺人容疑に南アフリカのマスメディアの報道は加熱気味である。また、この事件の担当刑事の一人が過去に7件の殺人未遂容疑がかけられている不ことが発覚、担当刑事が交代となるなど捜査は混乱している。2013年2月22日。 南アフリカ検察は、ピストリウスに逃亡の恐れなどがないとして、保釈を認めた。保釈金は100万ランドとなっている。保釈については、当初は海外渡航が一切不可とされるなど、厳しい条件が課されていた。しかし、ピストリウスが抗議した結果、南アフリカの検察は、国外への競技参加などを許可するなど、条件を緩和した。 2013年10月29日、ピストリウスは2件の銃規制法の違反容疑で追訴された。公共の場で2回発砲した疑いをかけられている。2014年3月3日、プレトリアの高等裁判所でこの事件の初公判が開かれた。ピストリウスは恋人を侵入者と間違えたと述べ、無罪を主張した。裁判の途中で検察や警察が 事件現場となった風呂のドアの取り扱いで不備があったと認定された。この事件では風呂のドア越しに銃撃が行われたほか、ピストリウスはクリケット用のバットでドアを破ったことから、ドアは弾丸の弾道や事件の概要を示す重要な証拠とされる。また、後半は3月20日までの予定であったが、5月16日までに延長された。 ピストリウスは裁判の費用を捻出するため自宅を売却した。2014年9月11日、プレトリアの高等裁判所はピストリウスに対して殺人では無罪、過失致死では有罪の判決を下した。南アフリカの検察はピストリウスが計画的な殺人を実行したということ立証できなかった。2014年10月21日、 裁判所はピストリウスに禁錮5年の判決を言い渡した。検察側はこの判決を不服として控訴した。この控訴について2014年12月10日、裁判所は可否を判断する公判を開き、控訴を認めると決めた。ただし、量刑に対する控訴は認めなかった。2015年8月19日、仮釈放が予定されていた。 金庫五年の判決に対して非常に早い仮釈放であるが治安の悪い南アフリカでは刑務所は常に定員オーバーと資金不足に悩まされており殺人であっても早期に仮釈放させ強制監視という方法で対処することが多いしかし仮釈放を受けるには刑期の6分の1を得る必要があったが仮釈放が決定された時期がこの規則に引っかかったため 仮釈放は延期された。南アフリカの女性団体は、ピストリウスの仮釈放に反対している。同年10月15日、南アフリカの仮釈放委員会は、ピストリウスを10月20日に仮釈放し、自宅南禁下に置くと決定した。同年12月3日、最高裁判所、憲法裁判所は検察の上訴審において、交際判決を破棄、殺人罪で、 有罪判決を出した。ピストリウス側は殺人罪の適用は不適当として上訴を請求したが2016年3月4日最高裁判所はこれを退け有罪が確定した。有罪が確定したためプレトリアノに収監された。同年7月6日最高裁判所は量刑について禁錮6年の判決を言い渡した。殺人罪は 最低15年の量刑が定められているが、判決は、被害者を侵入者と勘違いしたとする被告の主張など、借料すべき事情を複数挙げ、大幅に量刑が軽減された。検察は、量刑が少なすぎるとして上訴したが、2016年8月26日、ヨハネスブルグ高等裁判所は、検察があの上訴を棄却する決定を下した。同年11月には、 プレトリアのアッテリジビル刑務所へと移管された。検察側はなお量刑が少なすぎるとして最高裁判所に上訴。最高裁判所は2017年11月24日、量刑を禁錮13年5ヶ月に引き上げる判決を言い渡した。前述の殺人容疑に関連した警察の捜査によると、自宅から筋肉増強剤と注射器が発見された。 発見されたのはテストステロンであり、これは世界アンチドーピング機関が禁止薬物に指定しているである。ただし、パラリンピック等の大会時の検査では陰性であったという。なお、テストステロンが発見されたという証言は保釈請求で出廷した捜査官が述べたものだが、発表の数時間後、検察当局はこの薬物について、 まだ操作が完了しておらず何の薬物かは不明して主張を訂正した。ユーレノットディセイブルドバイザディセビラティスユーハブ、ユーアーエブルバイザービリティズユーハブ、障害によって不可能なのではなく、持っている能力によって可能なのだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。